いっぱい来たね。たくさんいるいる。あ、白いやつ来た、ね。そうです。カワウの追い込み量もね、たまに見れます、ここでね。宮古鳥と一緒に。恐ろしいですよね。ところがね、神様はね、そうそううまく、川別な人は産まないわけですよ。カワウは長時間水に入っていられない。羽の水はけが悪い。羽の水はけが悪いという弱点があります。乾かさなきゃいけない。そうです。そうなんです。あれでもしも乾かさなくてよかったらやばいですよ。本当にやばかったと思う。無敵か。はい、本当に無敵だったと思う。